こんな高いのって言ったら、どこで行っても全然出せないよ。美味しいなこれ。ウィングダイブの三原です。今回も前回に続きまして、金村幸宏と、海外遠征の話を進めていきたいと思います。すでに引退してから6年、6年、7年で、早いよね。あっという間だね。なんかついこの間のような気がするけど、それからのこの間何してるの？何してるの？やべえ。デビューだけです。はい。デビューだけ。はい。なんかないの？ギター噂とか。ないです、ないです、ないです。はい。何もないです。ない。まあ今人生に絶望中ですね。いや、そうは思えない。右膝も手術しないとダメだし。でも好きなフィギュアがあるし。あ、そうですね。もうチェーンソーチャリが欲しいですね。テリオンくん。あ、そう。この間スターダムの小川博さんという人がいまして、そのどのぐらいの1年、2年ぐらいから電話して、じゃあちょっと来てもらえくれますかって自宅行ったんだけど、すごい。小川さんに言ってください。テリオンの時は全部くれって。すごい。ちょっと、いないね、あいつ。後で電話しましょう。一回で出るよ。暇だったらパッととなるかならないかで。あ、いや、わかりました。じゃあ絶対しましょう。それで何回かあれだったらいないっていうぐらいのもんで。はい、あ、わかりました。これね、本当にね、もうそういうグッズで見尽くされてて、寝るスペース以外はもう本当に。でも昨日本当に昨日見に住まれたんですけど、すごいですよ、コレクションが。フルースのイエルだからサインからマスクから。マスクも壁ぶわーってありますもんね。だけじゃなくて、チャンピオンベルトから、チャンピオンベルト、その何、スターダムは IWGP のチャンピオンベルト、大きな金額がかなり高いよね。それも自分のために作ったらしい。別になんてことない、ただその辺ほっぱらかしたんだけども。ていうか俺もこうもらったチャンピオンベルト友達にあげたんですけど、何使うんやろと思ってますね。俺なんかそのウィングのね、あのベルトヘビートジュニアとタッグだけ、あの当時の値段全然もうやや品安だからあるだろう、全然違うんだよ、もう全然違う値段も、っていう感じ。俺ウィングのベルトだったって巻いたことなんかね。でもウィングのベルトメキシコでも使われてますもんね、あの肩の。あ、そうなの。はい、コナンの IWRG っていう団体があるんですよ、メキシコに。それがウィングと全く同じ方でしたね。どっこれあってことは、あれがあのなんだっけ、メキコで作るやつ、わかんないです。ビビリチャード、あ、メキコで作ったの。あ、わかんないです。アメリカと思いますよ、僕は。だからチャンピオンベルトはビビリチャードが作るって言ってましたね。僕のリングシューズずっとビビリチャードが作ってましたね。まあ、どっかこうメグメグって知らない間にそれ作られちゃうんですね、多分ね。で、まあ、今回のテーマ、その海外遠征なんだけども、そのリングで 何回かその師匠格に当たるミゲル・ペレス・ジュニアの言ってたカリビアヘビーに挑戦して取れなくて、そんで最後福島で取って、12月かな、11月かな、なんかそんで、あ、12月だ。で、年を挟んで新年の最初に後楽園で防衛戦やってんだよね。あ、あれ防衛戦って何のベルトですか。カリビアン。カリビアン。大統領やりましたっけ。2代目レザーと。あ、そうか、うん、だから彼が初来日の時。あ、だから戸田の翌年、1月とか。これ、その海外行ったんですか。え、海外行ったんですか。誰か。僕が。あ、そうだよね、2月だもんね、この時のね。当時のパンフレットに出てますけども、板倉と。だから WCW の
ジュニアと、ジュニアとヘビーのカリビアンヘビー、カリビアンヘビーの、まあ、2人のチャン日本人チャンピオンが、日本人と過去自身まあ日本人のあれが、現地にいたということで、この時は、プエルトリコとドミニカ、ドミニカ共和国とあとメキシコとアメリカ、タンパ、そうです、フロリダ、それは ICWA か、そこの ICWA のレスリングスクールにあのマイカーソンが通ってたらしいですよ、スティーブ・カラン先生で。あ、そうするといわゆるその NWK というか、それとは違うんだ。違います、はい、いいですね、はい。こんな教科さんとかはなかった、いなかったです。あ、そうなの。なんだろう、フロリダの後にケンタッキー、あ、そうですね、ケンタッキー、セイバービルっていうの、ノックスビル、ノックスビル、スモーキー、スモーキーマンです。ワンマッチ、ワンマッチですね、はい、それぞれワンマッチで、こうやって気がですよね、リクタルブッキングで、あ、そうです、そうです、うん、いっぱいいました、本当に。トレシー・スマザーズもいましたし、あ、その大会、あとロックンロールもいましたね、エクスプレスで、あと、アームブラッドブラザーズとアームブラッド親父がいました、うん、めちゃくちゃ親父が可愛がってくれました。あ、そうなの、ケミン・サリバンと、ケミン・サリバンはでも ありましたよ。もうビクターに言うじゃないですか、トイザラス行ってくれって言うじゃないですか、うん、トイザラス行ってくれって言ったら、うん、ノーってビクターが言うんですよ。そしたらもうで、ケミンがこっちの車乗るやつって、うん、で、いや、もうどこ行きたいんだって言われたんで、トイザラスって言ったんですよ。でもビクターが怒るんだよっていう話をしてたら、ケミン・サリバンが一番前に行って、こっちついてこいって言って、トイザラス止まってくれたんですよ、うん、好きだ買ってこいってさっさと一回くれて、好きなお茶買えて、本当に買っていいのって聞いて、OK っつ、まあ20個ぐらいになりましたね。全然残ってましたけど、もっと買えばよかったかなと。その分やられて、はい、その分やられて、そうですね、その分やられて、出血、はい、そうですね、あ、怖かったですね。切ってすぐじゃなくて、ちょっとあったら血が吹き出してきて、でこれ写真見たってすごいよね、はい、ね、ね、で、この時に、何回か前にこのね、ウィングチャンネルゲストで出てもらった俊也さんっていうのが取り来てて、そうそう、で、それでも救急車も一緒に乗って、うん、もちろん週刊午後の方はもう救急車乗った時にバンバン取るわけですよ、うんうん、そしたらもう通訳してくれって言われて、うん、あの救急車の救急隊、うんうんうん、で、シュンさんがもう僕に聞きながら、大丈夫大丈夫って言いながら、うん、これ水だから飲みなって言って、水だしもう最初怖かったんですよ、こんなの飲んだらかいの、あ、かいのね、そしたらもうその人が飲んでも大丈夫だって飲んでるんですよ、うん、で、飲む、私たち飲めって言って、飲めって、飲む飲むって飲んで、うん、あの時とか、昔からリッキーとか言ってましたね、血出血いっぱいで、血がいっぱい出た時は、うん、とにかく水分取れて、逃げるって言ってましたね。そう、はい、まあ普通の人にあんまりね関係ないだけどね、何でも水飲め、体冷やすのもありますし、うん、あれいろいろ言ってましたね。まあその流血じゃなくたって水飲むことによって血の流れがね、はいはい、そうですね、なんかそんで、2試合アメリカでやって、受けるといこうかなと。プエルトリコ行って、アメリカ行って、ドミニカ行って、またプエルトリコって、もうバラバラでした。あ、そう、はい。ドミニカっていうのは、あんまり日本人行ってないよ。岡野は行ってる。岡野の前に自分が行って、鶴見さん行ってるんですよね。あ、そうなの。鶴見五郎さん。ドナルドに行ってんだったね。ドミニカ行ってたって言ってましたね。どんなルートだ。はい。どんなルートで行ったんだ。わからないです。ね、メキシコの選手がプエルトリコで、はい、昔ね出たりね、どういうあれなのか実情かな、だからどういう名前なんかなと思ったら、まあ、UWっていう団体で、あのユニバーサルじゃない、うん、ユニベリサルなんとかなんとかでルチャリブレって書いてありましたね、うん、まあ
ユニバーサルレスリングフェデレーションなんでしょうね。わかんないけど、ドミニカっていうのはヘッドハンターズジャッチャンズのふるさと、はい、俺も一回だけラビジェイソンと行って、はい、まあ水は飲んだらダメだって言うし、はい、飯はあんまりやっぱりダメだったし、飯うまかったですけどね。俺はなんかやっぱりなんかさ、やっぱり水がダメっていうところだとさ、不運があると思って、まあ、それじゃなくても韓国なんでも、はい、ダメだから余計なんか、あれだ、日本は唯一本当に水がたっぷり飲める日本なんで、皆さん最高の国に住んでると思ってください。だから、あの水、ここどのぐらい前ね、30年ぐらいからコンビニとかで売り出したじゃない。あ、そうですね。あれ結局日本なんか水がいいからね、別に。でも思ったのは、水買う、あ、ほんのと思ったら買ってますもんね。そうだ、あの当時不思議だったもんね。はい、ね、あとお茶も、あ、でもお茶っていうのはさ、昔からペットボトルじゃないけども、あ、あの昔のそのぐらいのプラスチックみたいなやつがね、ありました、ありました、こうやってあったよね、なんかね、そのまあ原型というかなんていうか、はいはい、ね、そう、はい、あの俺も一回行って、何しろそういう形で器はダメだし、食い物ダメだしで、よで、さっきの話してたら違ったけど、俺なんか夜電気がもうさ、電気がもう全然大丈夫ですよ、それだったし、本当にシャワーなんかもなんかあれだったしね。でだからシャワーは最初ストリップ街の上に立ってるホテルだったんですよ。あとお金なんかもそうじゃなかったかな。だから下の姉ちゃん、聞いた姉ちゃんを上に連れて やるホテルだったんですよ。だからミゲルと自分と刑事中山さんがいたんですよ。はいはいはい。刑事さんの鍵も僕の鍵もミゲルの鍵も3人のペア開くんですよ。うんこしたんですよ。で、便座がないんで、便座の上に座ってうんこするんですよ。こう、しっぱい持って。そしたら、なんか恥ずかしくなって人の視線が見えるなと思ったら、パッと見たらミゲル見てるんですよ。ミゲルも情けない顔してるんですよ。何やってんだよ。便座がないから。拭け、流せって。ほんで、なんで部屋入ってきたのって言ったら、俺の部屋で開いたっつって。じゃあ、お前の部屋の鍵貸せって。ミゲルの部屋って開いたんですよ。で、刑事さんも起こして、刑事さんの部屋も僕の部屋も起こして、はい、ほんで、すぐビクタン電話したんです、プエルトリコに、うん、ダメだ、このホテルっつって、うん、どうしてだって、もう遅い、まあ、ちょいのみたいに、うん、あのやる、うんうん、セックスの部屋やけど、うんうん、こう、チートリンドの鍵でも、刑事の鍵でも、みんなの鍵使えるんだっつって、うん、帰ろう帰ろうって、うん、もう好きに使えて、ビクタンが言って、うん、じゃあ、まあ、あの、シラトンホテル、うん、赤いとこ行くのもうシェラトン泊まるぞってミゲルが言い出して、うん、シェラトンっていいのって言ったら、もう今日はもうペントハウス泊まるから、うん、ええのって言ったら、ビクター帰ったからいいのっつって、その日の晩、中山さんも、はい、中山さんも、あ、中山さん別のホテルです。全然個人ホテルだったんで、うん、だからその時にミゲル大歓迎なんですよ、うん、もう吹き抜けなんですよ、真ん中ビルがこう表面しかないですよ、こう、もう何もないですよ、上は天井が。天井がない。天井ないっていうか、もう吹き抜けなんですよ。うん、もう高いビルで、うん、そこにいきなりフロントでミゲルが来て、もう人が集まってきて再開が始まったんですよ。うん、そしたらジョニー・ゴメスが来たんですよ。うん、そしたらもっとブワーッなって、もうジョニーとミゲルがすごくて、もう止まらないんですよ。うん、たまにミゲルがポンポンと僕の肩をポンポンってやって、どうしたんだ。このうちが採取をしやすいのみたいな。で、このボールペンでちちと汚い紙ですよ。それ書いて、グラシアスとか言ってましたね。でもミゲルとジョニー・ゴメスさん、その何百枚でやってましたね。はい、でフロントですよ。まあ、この日本人は適当にやればいいんだろうと。ミゲル、久々に帰ってきたなって。ペントハウス取るかなって、うん、フリーだよっつって、うん、で、あいつどうにかせなあかんっていう感じだったんですよ、うん、スペイン語のわかんないんで、うん、で、なんか言ってたらしいんですよ、こう、うん、もうちょっと、あれもビッチでも呼んだから、うん、やらせてもらえないよっつって、うん、こいつは一緒にいないとダメだっつって、うん、逃げれば英語使ってくれたんで、うん、もうダメだ、一緒にいないと思って、うん、俺は止まらんぞって思って一人で寝やんぞって、怖いとこで結局、まあ、そのままミゲルが連れてからって、うん、やっぱ広い部屋泊まりましたね、うん、夜は夜で、なんですか、あの
ご飯頼むじゃないですか、うん、その時初めて9番サンドイッチ食いましたね。何9番サンドイッチ、9番サンドイッチめちゃめちゃうまかったです。何入ってます？牛肉、豚肉、あチーズ、あとソースが美味しかったですね、うん、こんな料理で100何十度売ってましたね、うん、こんな高いのって言ったらどこで行ってもこんな値段しないよ、だから美味しいだろうって美味しいです、めちゃめちゃ食いました。それがビクターとか行くんだ。そうです、ビクタービクターありがとうありがとうあと、そんで、あとメヒコ、メヒコ、メヒコは結局僕シティ嫌だったんで、あとジャドケでもいたんで、うん、だからあのティワナの方行ったんですよ、うん、ロサンゼルスから入ったんですよ。あ、っていうことは、あメヒコに2人いたってことは、ウィング出る前だ、前だよね。はい、ウィング出る前です。ただウィング来たのはもうその時に俺も裏切ってしまったんですけど、もうジャドケド、もうあれ僕は引き抜いたんですよ。後に前されるんですけど、で分かったよ行くよだってお願いしますよって言ったら分かった分かったって来てくれたんですよ。あ、そう、あ、俺ビクターかと思った。ビクター違うんですよ。あ、そう、最後に日本語使えるの自分しかいないじゃないですか、最後の前多分お願いしますゆえってな感じで、まあ本当にもう来てもらえる、来てもらえるのは分かってるからお願いしますねって言ったら分かったよで、ほんで試合するようになったんですよ。まあ、でも楽しい、初の、初のというか韓国人は他ないですよね、うん、楽しかったです、本当に、うんうん、本当に前も彼も楽しかったけど、なんかね、あのいずれ、お金が回ってきたら売れてる声を、ビクターのね、赤間議員で大体の心配したけど、ね、ついついとやっぱりね、知ってるレスラーが亡くなったりして、はいはい、まあ、ビクターは本当にめちゃくちゃ貢献しましたよ、ウィングに、うん、あの韓国の関ヶ原のいざこざがあれしてなければね、どうなってたか分かんないけど、うん、まあ一応ちゃんと、まあ、関ヶ原さんも王さんも亡くなっちゃいましたからね、ビクターも、まあ、ちょっと趣味っぽい話だったけど、一応海外戦の話ということですね、うん、今回またまだ行くで行きます、はい、はい、まだ海外の話まだありますから、そうですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。